人気漫画ボドボドの作者として知られる井原氏美京さんの仕事部屋を再現したスペースが井原氏さんの故郷上町の図書館に開設されました今日は井原氏さんも出席してオープンを祝いました上町出身の漫画家井原氏美京さんの仕事部屋を再現したボドボド館は 町内の中にいた図書館にオープンしました。五十嵐さんの代表作、ボノボノは、ラッコのボノボノを主人公にした4コマ漫画で、ユーモアと哲学を織り交ぜた作風が人気を博してきました。ボノボノ館には貴重な原画が飾られているほか、五十嵐さんが長年愛用していた机や椅子、ライトなどが置かれ、創作の様子をうかがい知ることができます。 こちらが先生が実際に使っていた机ですよく見てみますと細かい傷やインクのシミなどがついていて長年使い込まれてきた様子がよく伝わってきますそして引き出しを開けるとこちらにはペンがこちらには絵を描く道具がそのまま入っています五十嵐さんはコロナ禍の去年3月仕事場を事務所から自宅に切り替え その際使わなくなった仕事道具を上町に寄贈したことからボノボノ感解説に至りました。私は漫画家になりたいとか、または絵を描く仕事をしたいとか、または別にやりたいことがあるとか、まあそういうふうにな子供出てから、まあその背中を押すような、まあそういう経験になればそれぞれで素晴らしいことだと思いますな、ね。 上町では広くボノボのファンを呼び込み町のにぎわい創出につなげたいとしています。